ははいいおはようございますじゃあ今日も質問に回答していくんですけれども、えー、空気圧のの点検はどれぐらいの頻度でしたらいいい頻度ででししたょうかあと、えー、タイヤの空気が漏れているかもしれないと判断する空気圧の数値的なものはありますでしょうかという質問いただきましたんで今回はタイヤの空気圧についてちょっとお話をしていきます。 はい。えー、タイヤの空気圧の点検なんですけれども、まあ僕としてはですね、月に1回程度、えー、点検していただければいいんじゃないかなと思います。まあそれで十分だと思いますね。えー、今はですね、スタンド、ガソリンスタンドとかでも空気圧の点検できますよね。あのセルフ方式のやつとかありますので、ああいったもので、そうですね、まあ 例えば、月初めに、月初めの給油の際、点検するというふうにですね、決めておけばですね、その空気圧の点検を忘れるということも減ると思いますので、そういった形で管理していただければいいんじゃないかなと思います。あとですね、もちろん、スタンドだけじゃなくてもうちみたいに、まあ、 行きつけの整備工場ですよねそういったもちろん点検の,あの点検と一緒に空気圧の点検,いいの点検とかオイル交換の際に空気圧の点検とかでもいいんですけれども、まあ、本当にあの空気圧の点検のみで来店されても全然、えー、構わないですねあの。うちのお客さんでも本当に、まあ、定期的にですね空気圧の点検だけに、えー、うちの工場来るという方もいらっしゃいますので、まあ、そんな感じで、えー、空気圧の管理はしていただければいいんじゃないかなと思います。 で次にですねそのタイヤの空気が漏れているかもしれないというこの判断基準ですねこれについてもちょっとお話ししていこうと思うんですけれどもあのこれもですね、えー、と空気圧の点検である程度その判断することができるんですね。 あの当然、ですね明らかなパンク本当に大きな穴が開いてもうプシューッと、えー、タイヤの空気が抜けてしまったらこのタイヤのゲージを使わなくても,もう目視で分かりますよねあタイヤぺちゃんこになってるこれはパンクしてるなというふうに判断できるんですけれども、まあ、そういったものであれば別に空気圧の点検するまでもないんですが、えー、そうじゃなくてですねそのじわじわと減っていくパンクですね。 もうピシューと漏れるんじゃなくてじわじわともうちょぼ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 と漏れるパンクっていうのも結構あるんですよ。あの例えばですね釘を踏んで,でその踏んだ釘がうまい具合にはまってそのシューッと抜けるんじゃなくてもうちょろ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 っとプツプツプツと空気が抜けるってことも、えー、結構あるんですよね。そういったものは結構あります。でそういった場合ですねなかなかその完全に空気が抜けきるまではその判断がしにくいですよね。 完全に抜けてしまえば、あ、ぺちゃんこになってるってわかるんですけれども、本当にもうごくわずかにちょぼちょぼ漏れるやつだと、結構ぺちゃんこになるまで時間がかかっちゃうので、なかなかその判断ができないというのがあります。でそういった場合はですね、あの、空気圧の点検で、えっ、ー、と、そのパンクしているかなっていうのが判断できるんですね。それはですね、えー、どういうことかっていうと、そのタイヤの空気圧、えー、車ですので4つタイヤがありますよね。その4つのタイヤの空気圧を測定して、えー、差がないかどうかを 確認していきます。その空気圧の数値じゃなくて差があるかないかの話ですよね。で当然ですけれどもあのパンクしているタイヤはですね微妙に他の三輪と比べて空気圧が少ないというのがあります。えこれをですねえ見ておけばですねその初期のパンクっていうんですかねえそういったものを発見することができるんですね。あのまあ僕もですね当然ですけれども点検とかの際は空気圧を測定するんですけれどもで四つのタイヤ見ていきますよね空気圧のゲージ見てで 1>, 1個だけなんか他のやつと比べてちょっと少ないな0.5ないし 1kg ぐらいえ少ないなってなるとあれこれちょっとパンクしてるんじゃないかなということでこうタイヤを外してですねそのまあ水とかつけてですね石鹸とかつけてパンクしてないかどうかっていう確認してあやっぱパンクしてるというのを発見するということは僕何度も経験してるんですよね。なのでこういった形を取ればですねそのパンクをですね早い段階で発見できる可能性が上がりますよね。 僕はですねたまたまその点検のタイミングで発見したんですけれどもまあ一応可能性は上がるということですので是非ですねその他の,3他のタイヤと比べて差がないかどうかですねそれをですね注意してみて点検していただければいいんじゃないかなと思いますでその差が差をですねきちんと出すためにも日頃の空気圧の点検は必要ですよねなので日頃空気圧を点検してで差がなおかつ差がないか これを点検しておけば空気圧の点検とあとパンクの点検パンクの点検というかパンクをある程度防ぐことができるということがある程度防ぐじゃないなパンクをある程度早く発見することができるということができますのでこの辺りはですね差がないかということも注意して点検していただければいいんじゃないかなと思います。はいというわけで今回の動画は以上となります。また何か質問ございましたらこの質問欄へこのね下動画の概要にある質問コーナーですね。 質問コーナーじゃないな。質問フォームへよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。